はい、ここは開店記念館です。開店記念館、あの、来たことある？ないそうです。初めて。人間魚雷があります。あ、でかいね。回転1型。この中に入って、はい、1名1人が入ってこう操縦してこう直撃する敵、敵戦に全力投入。なるほどね。こういう感じですね。ここに入る。ここでかいね。そうそう、結構でかい。潜望鏡意外とでかい。触ったらこれ。いや、いいでしょ。まあ、ええやろ。触って触って。回転しない。回転だ。回転は回転しない。お、うまい。浅田交流館。じゃないよ、人おるし。説明がいりゃしますよ。ああ、説明やったらいいんですか。しようか。そうですね、なんかちょっと、はい、簡単にさらっと。簡単にね。簡単でいいですよ。ちょっとそれはありがたいですね。ざっくり。人間魚雷中心で。そうですね。ともこ、こう、ここは平尾町なんで、大昔のことのコーナーでね。おお。こういうことをちょっと興味のある人はね、あの平尾の図書館の横に歴史民族資料館っていうのがあるから、そこ行って見られると、発掘された資料とかね、あらレプリカやなんか展示してますからね。なるほど。まあ、そっち行ってみてください。もし必要ならいたしますよ。まあ簡単に。簡単にでいいですよ。正式な名称、丸六金物一型っていう書いてるじゃないの、ね、これはあれですか、乗ってた人の。そう、この3人の人がね、訓練が始まる早々、殉職、訓練中に死んでしまう。で、このバンさんね、それから林さん、この5人の人が出撃して戦死。で、これが出撃する時の集合写真。真ん中鼻ひげ入れた人おるでしょ。あれがこの平尾基地の司令やってた。彼の沢村海軍大佐なんで、彼の姫がそこに乗ってた。で、その左がこれ、戦闘帽かぶって小柄な人おるでしょ。あれがここから人間魚雷6匹積んで出撃してきた美濃宝珠八先生かな、班長さん。で、ここのところね、6人組の人に、あっちあっちね、こっちはこっちね。どうですか。すごいですね。服とか生々しい。秘密です。二十歳よりは上です。もう命がない、ね、もう死んでますから。そう、戦争中はね、だから戦争、ね、そうそう、乗ってた人は大体二十歳ぐらいだったということです。あ、戦争やっちゃいけんのですよ。この近くに古墳がありますよね。え、古墳がありますよね、ここ。うん、うん、その人骸は女性が祀った。ちょっとそこに行ってみます。はい、行こう。だけど草ぼうぼうかも分からない。あ、本当ですか。ついてみます。一旦見えるけど、わやだって。こっちは何なんです。本当はこういう
ああ、失礼して、わだつみとなった感染は ここは何の部屋よ。行きましょう。はい。はい、まあそういう感じですね。うん。じゃあハッサンまとめて。ハッサン。戦争は良くない。じゃあね。